三大始祖。三大始祖とは、現在のサラブレッドの直径不景祖先を可能な限り、遡った場合にたどり着く、ダーレーアラビアン・バイアディーターク、ゴドルフィン・アラビアンの三頭の種ボバのことである。現存のサラブレッドの血統を、記録の残る限り、父の父、そのまた父という風に遡っていくと、必ず三頭の種ボバにたどり着く。この三頭を三大始祖と称する。 三頭の中では、ダーレ・アラビアンの直径子孫がほとんどを占める。この三頭が生きていた時代は、サラブレッドという概念が成立する前であり、いずれもサラブレッドではない。後世に、サラブレッドとして品種が確立された馬の父系先祖をたどった場合に、個体の記録が公式に残っているものとして行き着く、最古の馬、ということである。 現在のサラブレッドの定義の基礎となっている、ジェネラルスタッド・ブックには、この3頭を含めて100頭以上の種ボバが記録されているが、三大子孫以外の種ボバの不景子孫はいずれも大てり、現存していない。ただし、大たというのは不景に限った場合に言えることで、他のボバも、父の母の父というような母形をも含めると、現存サラブレッドの先祖に現れる。 それも含めた遺伝的貢献度を計算すると、1位、ゴドルフィン・アラビアン14.5%、2位、ダーレ・アラビアン7.5%、3位、カーウェンズ・ベイバルブ5.6%、4位、バイアリー・ターク4.8%となる。日本では、蒸気それぞれの不景子孫で、これらの不景を発展させた三頭を三大子孫と称する場合もある。サラブレッドの場合、 エクリプスを介さないダーレー・アラビアンの不景子孫は現存していない。他の系統も同様である。従って、現存のサラブレッドについては、ダーレー・アラビアンの不景子孫はすべてエクリプスの不景子孫となる。このため、現存のサラブレッドを分類する場合、エクリプス系、ヘロド系、マッチェム系と3つに対別する場合がある。混同を避けるため前者を3台思想。 校舎を三大基礎種母場として区別する場合もあるが、英語圏で三大基礎種母場といった場合、ダーレーアラビアン、ゴドルフィンアラビアン、バイアリータークの三頭を指す。他に三大根幹種母場などとも言う。三大子祖は本来はサラブレッドにおける概念であるが、サラブレッドは他の品種の改良にも使われたため、中間種でも三大子祖のいずれかが、系図上の子祖となっていることが多い。 競争馬として使われる、スタンダードブレッドは、エクリプスを介さない、ダーレーアラビアン系であるフライングチルダーズ系が、実に99%をも占める。イタリア史上最強馬バレンヌを例にトルトとなっている。ただしスタンダードブレッド以外のトロッターにまで広げると、マッチェム系も若干の勢力を持っている。三大思想はサラブレッドがまだイングランドの、ランニングホースと呼ばれていた時代に遡る。 当時は三大思想以外の父兄も数多く存在していた。代表的なものとしては、オルコック・アラビアン系や、ダーシーズ・ホワイト・ダーク系があり、ジェネラル・スタッド・ブック第1巻には三大思想を含めた102頭の基礎種母場が記載されている。これら102頭のうち実際に父兄を伸ばせたのは10、数頭であったが、それでも18世紀初頭には、 必ずしも、現在の三大子祖が特別な地位を占めていたわけでは、なかった。ダーレー・アラビアンはフライング・チルダーズの父として、著名であったが、ゴドルフィン・アラビアンはまだシュボバとして活躍する前で、若干古いスパンカー、ダーシーズ・イエロー・ターク系や、ベールドン、ダーシーズ・ホワイト・ターク系の父系も強かった。18世紀中頃になると三大子祖以外の父系は、衰退し相次いで耐えていった。 その中で唯一クラブを経由したオルコック・アラビアンの系統がなおも残り、スペクテーターなどはマッチェムを破る活躍を見せた。スペクテーターはタネボバとしても成功したが、タネボバ成績はマッチェムの方がはるかに優れ、不景が発展することはなかった。さらに、エクリプスやヘロド、ハイフライヤーがタネボバとして登場し、オルコック・アラビアン系に止めを刺した。 この系統の最後の活躍場は1782年に生まれたエムウェルである。すでにセントレジャーやダービーといったレースが開始されており、ヘロドが死んでハイフライヤーの時代になろうとしていた。エムウェルは父がマーク・アンソニー、その父スペクテーターでイギリスダービーを制した。サラブレット史上三大府警に属さない馬として唯一のイギリスクラシック賞利馬。 ということになる。しかし、守護馬として成功できず、強要された記録すら残っていない。マーク・アンソニーの子アナオも散発的に走ったが、不景は残らなかった。こうして19世紀初頭事実上三大思祖が成立した。アメリカン・スタッド・ブックによると、北米には19世紀初頭段階でも、オルコック・アラビアンとダーシーズ・ホワイト・ターク。 セント・ビクターズ・バルブの子孫が残っていたことが記録されている。特筆すべき馬は含まれておらず、母系を通じてサラブレット血統に残った馬は存在する。それらも18世紀中頃までには全て消滅した。三大子孫以外の馬が現在も種ボ馬として活動しているとする見解も一部にはある。日本の血統研究家の中島邦春はかつてのアメリカにおいては クォーターホースをはじめとするサラブレット以外品種の馬の子が血統を偽ってサラブレットとして登録されていたと主張し三大子孫以外それもサラブレット以外の品種の不敬子孫が現在も種ボバとして活動しているという説を唱えているそのような馬のことを中島はアメリカンダミーと呼び近親交配を解消するための有効な手段だと主張したなお 競争用クォーターホースは、ハーミットとヒムヤーの子孫が大半であり、残りも、信仰のファラリス系がほとんどである。基本的にエクリプス系に属していると考えてよい。不系に付随して遺伝する Y 染色体の調査も行われている。これによると三大子孫はいずれも HT2 と呼ばれる、ハップロタイプを持っていたと考えられ、Y 染色体で不系を区別することはできない。しかし、 幸運なことに、ダーレ・アラビアンから八代目のホエール・ボーオン以降は、Y 染色体の有酸領域に突然変異、一塩基の血質が発生しており、HT3 に分類され追跡が可能である。なお、メス系では、ケースの誤りが見つかっている一方、不系では、ヒサラブレッドまで広げて、ディフェンス、ゴールドスコームの子孫など、かなりマイナーな不系を含む116頭について、 調べられたが、HT2 と HT3 の出現は、血統書に忠実で矛盾は見つからなかった。家畜場全体で、支配的な HT1 と呼ばれる、ハップロタイプの混入もなかった。HT2 は、サラブレッドの3.5%を占める。馬が家畜化されてから、かなり経過して、HT1 から派生したタイプで、西アジアに多くアラブ種の50%がこれである。 西ヨーロッパ在来場にはほとんど存在せず、三大始祖の東方馬キ原説を裏付ける。サラブレッドのヘロド系、マッチェム系、セントサイモン系が HT2 に所属するほか、ダーレ・アラビアン系から早期に派生し、中間種に残るヤングマースク系、フライング・ジルダーズ系も HT2 となっている。HT3 は HT2 の 火星タイプであり、サラブレット及びその影響を受けた馬種に限られる。サラブレットではおよそ96.5%を占める。サラブレットホエールボーンの不形子孫がこのタイプであって、ポトウオオ,オまたは、ワキシー、ホエールボーンいずれかの世代で、Y 染色体の有酸領域に突然変異が発生し、区別できるようになったと考えられている。なお、 この領域に意味のある遺伝子は存在していない。また、家畜場の Y 染色体はもともと極端に多様性が低く、タンパク質、高度領域は X 染色体と組み換えを起こしやすい、技術値染色体領域を除いてほぼ全ての家畜場で一致している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。